広がっていったと、はい、まあ、ブームになった流行化だったということだったんです ね、まあ、考えてみれば今でこそ組踊りとかは非常に高尚で組踊り劇場に行って一律した姿で見るといくとなってるんでしょうけど、うん、昔は村踊りの中でも結構あったわけですね、うん、例えば思い出してみますと家島の村踊りっていうのがありますね、うん、あれも江戸時代に村の役員たちが江戸上がりをしてその時に見た劇をもとにして、村芝居に定着させたってことですね、うん、でそのちゃんとその中に組踊りもたくさんあるわけです、はい、あだうちものもあるわけですよね、はい、で多良間の場合でも多良間の8月踊りも島の人たちが首里の組踊りを真似てちゃんと定着させてるわけですね、うん、でまた明治には組踊り役者が大府の方からの給料がもらえなくなって那覇に下って芝居を始めるわけですけど、うん、そのきっかけも組踊りなんですね、うん、それが一部の人だったらあれだけ大衆的な支持を受けないはずなんですけど、うん、伊江島だとか多良間だとかあるいは下々の人ってことも悪いんですけど一般の人たちもこの組踊りを大変喜んでみたということなんで、そうですよね、本当に村祭りで、そこだけに限らず、はい、いろんなところでね そこの土地での組踊りがあったみたいですね、はい、うん、ですからそれは今でいうところの流行歌だったんだというふうに考えれば非常にわかるかなと思います、うんうん、ですから古典音楽は今は難しいのが本になっていますけど質のいい流行歌が今まで残っているものだというふうに考えればいいのかなと、はいはい、まあ、思ったりしてまして、うん、この苦手意識をなくしていけばね結構面白いものがあるんじゃないかと思います、ね、はい、楽しめますよね、組踊りもねそのストーリーが分かれば大変楽しいんですよね、はいはい、まあ、それから今日はちょっと雨でひんやりしてますけど、ね、実はこの時期に沖縄手帳で手帳の右左上の方にはこう歳時記欄を書くんですよね、はい、でその頃に合わせて季節のことを書いていくんですけど、はい、沖縄の夏は長いんで毎日同じことを書くわけにいかんなって思いながら頭痛めてるんですが先週もうだるような暑さが続く、その前の週もうだるような暑さが続く、はい、でその前は一つ抜いてその前かなまた暑さ続くと、この暑さ続くというのはどういうふうに書けばいいかというので悩むわけですね。これずっと2ヶ月同じ言葉を書かなきゃいけないんで、はいはい、うん、でもうだるような暑さが続くという事実なんでそう書いてるんですけど、うん、そこで書いてるうちにうだるっていうのは一体何だろうかなというのはちょっと疑問に思ったわけですね、はい、で調べてみたら、うだるっていうのは茹で上げるという意味らしいんです、うんうん、ゆで卵のことをちょっと訛ってうで卵というのと同じだということなんですね、うんうん、だから酷暑があったり炎暑があったりと暑さを示す言葉あるんですけど、はい、じりじり肌を焼くような暑さとかいうのがありまして、うん、その焼くような暑さが続いていくと茹で上がってしまうと、うん、いうことで究極には茹で上がるだろうと、うん、だからそれでうだるような暑さが続くというふうな表現にしてるわけですね。茹で上がってしまうと太陽がとても眩しくて汗がもうだらだらだら出てきまして、うん、体を動かすのもとっても難儀と、うん、で思考能力も低下すると、うん、まあ、こういうのがうだるような暑さが続くということになるんだろうなと思うわけです、うん、あ、私でも思わないですね。京都ではうだるんですけど、うんうん、沖縄では うだる京都の場合は平均温度がちょっと高いわけですよね。そうですね、あれはうだると思うんですけど、あれに慣れてるので、はいはいはい、あ、なるほどねでもあれに直射日光が加わったらどうなるかと思うけど、すごいですね、多分向こうはなんていうか生ぬるい床をどんどん温めていくような感じなんでしょうね。沖縄の方はこう焼くような肌を刺すような痛みっていうのが伝わってくるわけです、ね、だから ゆで卵の作り方が違うかもしれませんまあ、いずれにしてもそういうことでとっても動くのが難儀な時期なんです ね、でも今年も特に暑いということですから ね、沖縄は最高気温が 36.1 度なんですけど、うん、これまで、八重山と南城市で記録されてるんですけど、今回はどこだったか宮古島だったかな、うん、で記録が出ましたですね。でも 36.1 度を上回ったことは一度もありません、うん、まあ、京都は大変だと思いますけどね、でも昔はねクーラーもないのにどうしてたんですかね。そうなんですよね。だからうだるような暑さでもう何もする気も起こらないと、はい、体を動かすとますますきついと、うんうん、で下手に仕事をすると頭もぼーっとしてしまうと、うん、
まあ、このいう状況の中でじゃあ沖縄の人はどう過ごしていったのかと、うん、いうことなんですけど、まあ、それはもうご存じの通りで、一つは、まあ、生活の知恵ですけどね、屋敷の周りに緑をたくさん植えて、うん、今でも皆さん分かると思うんですけど、緑の陰に行くと空気がスッと冷えていくっていうのが分かりますよね、うん、とても涼しいんですね、はい、空気、木が呼吸していますんで、うん、まあ、それで空気の温度がぐっと下がってしまう、うん、で下がってしまうとそこは、風が入ってくるということで、文字通り木陰に涼しい風が入ってくるということになるわけですね、うんうん、で昔のうちは赤瓦で、まあ天井は低いんですけど、屋根がですね、縁側に庇が伸びてまして、家の中に直射日光が入らないような形になってるわけですね。で縁側も大きいですし、縁側より先、縁側よりもっと庇が突き出てますんで、直射日光は全く入ってこない、うん、で庭も開けっぱなし、戸、うん、もみんな剥ぎ出しで開けっぱなしですね、うん、川はどうするんですか。川ですね、昔は蚊帳を釣ったらしいんですよ。蚊帳を釣るとね、寝苦しいんですよ、大変であるんですよね、うん、ただ人目を避けるために貧粉を作りますんで、うん、開けっぱなしにしても大丈夫だということだったわけですね。で裏座にはガジュマルなどの大木を植えてありますんで、夏でも木陰があってひんやりすると、まあ、とてもいい、ね、中村家とか行ったらすごい涼しいですよね。涼しいんですよ、うんうん、今こそ鉄筋コンクリートになってしまって、鉄筋コンクリートは熱を貯めますんで、朝日が当たるとずっとずっと暑くなってきて、2時か3時ごろに外側がピークの暑さになって、それから鉄筋コンクリート壁の内側に熱が伝わってくるのが6時ごろらしいんですね。うん、でそれから夜中にかけて5時間6時間かけて家の中に熱を放射していくわけです。吐き出してくるんです。あ、中に、はい、まあ、外壁が熱くなってそれが内壁に伝わって、次は内壁から家の中に熱を放射していくと、はいはいはい、そうすると夜に一番暑い時期が生まれちゃうということになっちゃうわけですね。で外壁、内壁が冷えてとても冷たくなるのは 夜明け頃なんですね。あ、ですから夏の間熱を溜めて夜中家の中に吐き出していきますんで、そこに住んでる人はこう溜まったもんじゃないわけですね、うん、木造の場合はそういうことありませんので、木造でかつ熱とか風通しが良くて涼しいと、まあ、そういううちに沖縄の人は住んでたわけですね。とても羨ましい限りなんですよ。そこで働くのは朝早い時と夕方、はい、畑に行っても10時頃には帰ってきて、まあ、ちょっと休んだりしますね、うん、で4時頃になってやっとまたもう一度畑に出ていくということです、うん、暑い時はうちで寝転がってると。へ、でたまに打ち水をすると、うん、そうするとひんやりしてしまうと、いいですね、うん、で夕方になって仕事が終わって帰ってきて、月を見ながら青森をいっぱい、うん、三味線を弾くと、まあ、そういうような時代があったわけなんですね。気候に逆らわない働き方ね、そうそうそう、とても合理的ですよね、うん、まあ、そうしたいんですけどね、今なかなかそうするのが難しい状態になってるわけです、うん、だから沖縄の温度はもちろん本土よりは低い、最高気温はですね、はいはい、京都よりはずっと低い、うん、で猛暑日というのは全くないです、うん、その中で直射日光を避けて涼しい風を呼び込むような工夫をすると涼しく過ごせるということなんですね、うん、これ沖縄手帳の9月11日の欄にもあるんですけど、はい、実は篠原豊作という俳句の偉い先生が沖縄にいたことがございまして、はい、この人は東京大学を卒業して体が弱かったんで宮古島に来るんですよね、はい、1929年30ですから今から80年ぐらい前ですかな、はい、90年ぐらい前です、はい、東大卒のバリバリの人が宮古島に来まして、はい、そこで季節記号を使ってない俳句、無記俳句っていうのをどんどん作っていくんですよ、うん、で彼が作った歌に好きなのがありましたね、炎天や水をうたざる那覇の町っていうのがあります、うん、まあ、暑い中で那覇の町、90年前の話は打ち水をするわけですね、うん、そうすると周りの空気がスーッと涼しくなっていくと、うん、まあ、そういうのを歌ってるんですね。今打ち水しても鉄筋コンクリートですとすぐ蒸発してしまうんですね。これが昔の砂利道だと結構長持ちしたんじゃないかなと思います。
まあ、ついでですけど、あの篠原本作の代表作は心身と灰青木まで海の旅、これが代表作で宮古に鍵があります、うん、多分鹿児島から船に乗って沖縄に向かう途中に船の上であの空、夜ですね、あの空を見上げていた風景じゃないかなと、とてもいい歌だなと思います。うん、そうなんですか、はい、私は素潜りしてるのかと思ったイメージが違うね。あ、でも綺麗ですね。綺麗ですね、うん、この歌碑があります。で彼はあの宮古、当時の宮古中学に来て英語を教えたらしいんです、うん、ところが趣味が美術で、美術の先生見なかったんでしょうね、美術までかうん、まあまあ、あの先生役を買って出て教えたらしいんですよ、うん、そしたら宮古島でその絵画ブームが起きてですね、うん、その中から絵画の先生を目指す人がたくさん生まれたという話もあります。分かったんですね、はい。元に戻りまして、はい、今日は旧暦の7月の2日、はい、昨日が旧暦の7月の1日、はい、いよいよ7月入りました。7月なんですね、はい、沖縄で7月といえばお盆、はい、でエイサーです。はい、8月の第1日曜日、今度の7日ですね、これが1万人エイサー踊りたいというのが国際、通りで展開をされます、はい、これが皮切りになりまして本格的なエイサーのシーズンに入っていきます。旧盆明けの週末には全島エイサー大会、全島エイサー祭りがありますね。で今年は、うん、はい、10月には第6回世界のうちなし大会がありますので、大体これまでは全島衛星大会が終わるとほぼもう秋近しということになるんですけど、そうですね、世界のうちなし大会まではまだまだ衛星のシーズンが続くんじゃないかなと思ってます。まあ、そういうことでその衛星の幕開けに合わせてですね、衛星の歌をゆきさんにちょっと選んでもらいましたんで、それを聞いてみましょうか。はい、はい、それではリンケンバンドで7月衛星マチカンティ。でも夜なんでエーサーはね、人前するとあんまりでも聞かないね。聞かないって言うでしょ。ありますよ、うん、あ、マイク、沖縄市の人はみんなギノワンってエーサー聞かないねって言うんですけど、天満産区の子供エイサーも盛んで、この曲でやってます。はい、メルク村が多いね、子供エイサー。ああ、それは琉球国祭り太鼓のあれですね。ああ、できます。うちはこれ、この曲でやってますCM 行きます、ね。沖縄手帳発行人の時間をお送りしています。今お届けしていますのはリンケンバンド七月エイサーマチカンティ。沖縄手帳発行人の時間、この時間はマルマサ印刷の提供でお送りしています。
沖縄手帳発行人の時間をお送りしています。はい、ではあの沖縄手帳の今日の出来事からちょっと紹介していきたいと思いますが、はい、今日は8月の4日ですね。旧の7月の2日、はい、先ほど話した通りです、はい、で8月4日には画家などやま永純没1970年とあります、はい、沖縄の画家でなどやま永純さんという方がいまして、その人が亡くなったということなんですね、はい、でなぜこれを取り上げてるかということなんですけど、はい、うん、あの沖縄の画家で有名な方はの代表者なんですけど、まあ、私が知っている会ではあの山田新山さん、平和記念堂 の平和記念像を作った方ですね、はい、この方は日本画の流れなんですね、うん、あ、彫刻だけでなくて日本画、はい、日本画です、はい、画家です、はい、で、あと一人はあの沖縄の赤瓦の絵をよく描いた大峰青函さん、うん、そしてあと一人があの流僧姿の女性をたくさん描いたのが名戸山愛純さんなんですね。この二人がおそらく戦後の沖縄を代表する方々ではないかなと思うんです、うん、はい、でそして名戸山愛純さんについてはですね、いくつかあの話しておきたいエピソードといいますか、はい、そういうのがあるんですよ、はい、名戸山愛純さんは、まあ、沖縄那覇で生まれて東京芸術大学に行って、そこで洋画を学ぶわけですね、はい、油絵とかそういうのを学んでいくわけなんです、うん、ところが昭和15年1940年です、まあ、戦前ですね、戦争が始まるちょっと前ですけど、うん、彼の作風がガラッと変わったと言われています、うん、でとてもあの美しい優雅なあの流僧姿の女性像を多く描くようになったわけですね、うん、それまではもういわゆる洋画を描いておられたのが、ね、はいはい、もう沖縄のモチーフを選び、沖縄のモチーフを選んで、はい、しかもその作風があの琉球古典調というふうな表現をされるんですけど、あのとても落ち着いたですね、あの鮮やかな色じゃなくて、しっとりとしたといいますか、あのちょっとあのわびさびがあるような感じの絵を描き始めるわけです、はいはい、決してあの明るい絵ではないんですけど、ちょっと落ち着いた絵なんですね、色合いも変わっていったと、はい、そうそうなんですよ。じゃあなぜ昭和15年に彼の作風が、はい、ね、何があったんですかね、琉球古典調と折れるものに変わったのかということなんですけど、はい、実はそれは彼 の年譜ですね、あの年代表みたいなやつを見ていくと大体分かってくるんです、はい、うん、でその昭和15年の前で沖縄ではですね、あの極端な同化政策が行われてたわけです、はい、沖縄の文化はダメと、うん、あの方言はダメですよ、使うなよとかですね、うんうん、くしゃみするまであのくしゃみまで内地語でしゃべやりなさいとかですね、はい、でさらに琉装、琉球の着物ですね、これはやめるべきだというような意見が出てきていたわけなんです、うん、いわゆる方言撲滅運動とか、うん、流僧全廃運動とか、うん、あるいはあの沖縄風の名前もね、うん、大和風に変えるべきだとか、うん、まあ、そういうのが沖縄の中ではたくさん起きていたわけです、うん、で沖縄県庁もそれを進めていた時代なんですね、うん、で平成15年の翌年、平成15年は、まあ、太平洋戦争が起きているわけです、うん、だから戦争の直前なんです。さてその頃、まあ、彼の作風が変わったのは平成、昭和15年、うん、その前の年になんと日本民芸協会の柳宗悦さんたちが沖縄を訪れてるわけですね、うん、で前にこの番組で話をしたことあるんですけど、はい、柳宗悦さんたちは沖縄に来て、沖縄の民芸がとても素晴らしい、はい、世界的なこれ宝物だけど、うん、高く評価するわけですね、うん、そしてそこであの県が主導して方言撲滅運動、まあ、言葉は悪いんですけどね、あの標準語運動というのをかなり強力に推進していると、うん、で方言を使ったらあの罰で方言札を子どもたちにぶら下げるというのをやっているのを見まして、はい、そこは行き過ぎじゃないかというわけですね、うん、で沖縄の文化とか方言も素晴らしいんで、それを保存すべきだというのを訴えて、いわゆる方言論争というのが起きて、うん、沖縄では方言を残すべきでやなくすべきだという大議論が起きたということがあるんですけど、実際名戸山愛純さんはその時に柳宗悦に何度か会ってですね、彼の考え方を聞いたりして、あの民族の地元の文化の美しさというのを保存すべきだという考え方に大きく共鳴をしていくんですよ。でそのことがきっかけになって、あの沖縄文化を守らなきゃいけないということで、彼の作風が変わったんじゃないかなと思うんですね。
でそれから彼は流装姿の女性像をどん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 描くようになっていくわけなんですね、はい、で戦争の最中に、まあ、一つエピソードがございまして、軍からですね銅像銅ですね、これを軍の武士として提供するようにというのが命令が来るわけです、はい、で沖縄の創造のお寺にあった銅の鐘これも軍に供出するようにという命令が出てくるわけですね、はい、でそれを聞いた大峰政官は、うん、なんとね当時の県知事のうちまで押しかけて抗議をしてるんですね、うん、でそして例えば首里城にあるバンコク診療の鐘、はい、これすら軍に供出しようとする動きがあったわけですね。彼はそれは絶対やってはいかんということで、うん、まあ、県知事に直談判をして、沖縄の有名な鐘はついては残すべきだという主張をしたというのが残っています、うん、さらにあと一つはですね戦争後、まあ、戦争で、まあ、沖縄は、まあ、廃墟になってしまうわけですけども、はい、その時に彼は戦後の沖縄の美術界の復興のリーダーの一人としていろいろ頑張っていくんですね、うん、そしてある事件が起きました。それは首里にある玉うどんというの、うん、琉球王家のお墓がありまして、とっても僕も大好きなんですけど、はい、行ってみると非常に厳かな雰囲気が感じられるお墓なんですね、はいはい、これは素晴らしいお墓なんですけどそこをですねある教会キリスト教会系の団体がその一部を買い取ってですね、うん、そこに教会を作るという計画を打ち出したわけです、うん、でそれを聞いた名古屋愛人は大いに怒りましたですね、うん、これ絶対そうしなきゃいかんということを言いまして、それを阻止するための会を作るんですよ、うん、玉うどん保存運動会かな、うん、まあ、そういうのを作りまして、うん、田新山さんでの平和記念堂の山田新山ですね、彼を会長にしまして反対運動を展開するわけですね、うん、である時はブルトーザーが、工事のためにあの辺の樹木を切り倒そうとするんですけど、うん、はい、その、ね、ブルトーザーの上に飛び乗って、うん、阻止するとかですね、うん、あるいは地面に転がって阻止するとかいうこともやったようです、うん、でそれがどうにか受けられまして、この玉うどんは壊されることなく保存するというふうに決まったわけなんですね、うん、ですから彼はそういうふうな沖縄の美術とか保存ということについてとっても熱心になって、この作風も変わったわけですね、うん、で彼の最後の作品は、若衆クティブシ、はい、琉球古典の踊りなんですね、うん、これが遺作となったと、うん、この踊りを描いた、歌、うん、そうそうそう、晩年はね最初は裸の女性から流装の女性、そして流舞というふうに絵のモチーフがどんどん変わっていくんですよ、うん、で彼の作品は首里にある義母の近くにある名古屋山工芸館、そこで、見られますので、はい、ぜひそこで買われるといいと思います、はい、ぜひ見てみてください。あと一つ話したかったんですけど時間ないですよね20秒、はい、はい、じゃあこれ次の週に持っていきますけど、はい、8月15日の終戦特別番組 NHK で、はい、沖縄のものが取り上げられます。はい、またじゃあ来週詳しくお伺いしましょ う,、はいはい、しましょう。沖縄手帳発行人の時間でした、はいはい、短いな。